はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は理科科学の22回目、中和の5回目。ね、もうね、だいぶ山場ですね、これね。じゃあ今日はね、塩酸に水酸化ナトリウムを加えていって、水を蒸発させて残った固体の中身についてね、やってみますね。こんな、形の手順の実験です。塩酸50立方センチメートルを試験管 R から O まで5本用意し、水酸化ナトリウム水溶液を、それぞれ、以下のように加え混ぜ合わせたと。で、水を蒸発し、残った固体を測りグラフにしましたということなんだね。塩酸は全部50立方センチメートルずつ用意されている。で、ここには何も入れない。水酸化ナトリウム水溶液を10立方センチメートル、20立方センチメートル、30立方センチメートル、40立方センチメートルって入れていって、水を蒸発させて残った固体の量を調べていくと、こういうグラフになった。何も入れないときに水を蒸発させたら、ゼロ、何も出てこない。ね。残った答えない。水酸化ナトリウム水溶液を10入れるとね、これだけ比例で伸びていく。20だったらこれだけ、30だったらここ、これは 3.9g ね。で、ここから、その傾きが変わってね、40立方センチメートル水酸化ナトリウム水溶液を入れると 4.5g ね、になっていくと。で、この時に、分かることはここで中和したんだってことね。ここで50立方センチメートルの中に入っている塩酸と水酸化ナトリウム水液が過不足なく、反応して、ここで中和した。まず問題やる前にね、このグラフの意味をね、しっかりやっていきましょう。まずこのゼロっていうのはどういうことかっていうと、塩酸の中には塩化水素が入ってるわけです。で、塩化水素が本当は何グラムか入ってるんですけれども、塩化水素はもともと気体なのでね、水を蒸発させると塩化水素も気体として出ていってしまう。だから何も残らない、ここね。何も残らない、固体としては。で、10入れると、10入れた水酸化ナトリウムは全て食塩になる。で、本当は塩化水素が残ってるんだけれども、水を蒸発させると出てっちゃうから、食塩しか残らないわけです。ここも食塩だけです。ここは食塩だけ。本当は塩化水素もあるんだけれども出ていってしまうってこと。だから20立方センチメートル入れた時にもやっぱり同じ。食塩の量は比例して2倍になりますけれども、塩化水素は出ていってしまう。で、これも全部食塩です。これも全食塩。で、そして30立方センチメートル入れたときに、ここは中和ですけれども、これも全部食塩です。全部食塩。これも全部食塩。で、ここが一番食塩多いね。だけれども、ね、ここで中和しちゃったんで、塩化水素はもうなくなってますから、ここに40立方センチメートル水酸化ナトリウム水溶液入れても、この30分の食塩は、できると。発生する。こことここ等しいね。で、そして残った水酸化ナトリウムはそのまま残るからね、ここね、ここの部分のこの増えた分、ここからここまでは食塩ですから、食塩、食塩、食塩で、ここが水酸化ナトリウムなんだね。ってことは、水酸化ナトリウム10立方センチメートルに対して、ごめんなさい、そうだね、水酸化ナトリウム水溶液10立方センチメートルに対して、水酸化ナトリウムの固体は 3.9-4.5-3.9 の 0.6g 入ってるわけです。10立方センチメートルに 0.6g の、水酸化ナトリウムの固体が溶けているんだってことが分かります。ね、
ここでは何も出てこない。塩化水素は気体だから。でそして10立方センチメートル水酸化ナトリウムを入れると塩化水素と水酸化ナトリウムで食塩ができる。で食塩ができる。比例で増えていく。で中和しちゃうともう食塩は増えない。ただ今度余った水酸化ナトリウム水溶液の中の 水酸化ナトリウムは全て残りますから、ね、ここの増えている分は全て水酸化ナトリウムなんだと。食塩食塩食塩ここ食塩で同じね同じ分量で、増えた分だけが水酸化ナトリウム、ね、さあじゃあ、問題解いてみましょう。塩酸50立方センチメートルに過不足なく中和する水酸化ナトリウム水溶液はこれねここねこう来てこうなるここ30立方センチメートルです。さあ2番、塩酸50立方センチメートルを水を蒸発させても何も残らないのは塩化水素がねほにゃらかだから。さあ塩酸これね水蒸発させると何も残りません。それはなぜかというと塩化水素がこれ気体だからです。水蒸発させると出てっちゃうからです。3番、水酸化ナトリウム水溶液を10立方センチメートル加えた時残った固体は全てほにゃらかで、ねほにゃらかです。これ加えた時じゃないね。ああごめんごめん、水酸化ナトリウム水溶液を10立方センチメートルを蒸発させた時だ。水を蒸発させた時、ごめんなさい、残った固体は全て、ね、ごめんごめん、これごめんなさい、水酸化ナトリウム水溶液を10立方センチメートル入れて蒸発させた時に残った固体は全て、ごめんなさい、もう一回3番ね、もうすいません、これね、水酸化ナトリウムを10立方センチメートル加えた時にできた、残った固体は全てこれ何ですかっていうのが食塩なわけです。食塩でじゃあ何グラムかっていうとね、これねここ掃除使うんです。ここは 3.9g って分かってるわけですから、この食塩中和の時の食塩は 3.9g です。でこの三角形とこの三角形の相似は1対3ですからね、1対3は四角対 3.9、 1は 1.3 だね。だからこれ 1.3g の塩だ、ここ 2.6g の塩で 3.9g の塩、ここも 3.9g、ね、1.3g で4番、水酸化ナトリウム水液10立方センチメートルに含まれる水酸化ナトリウムは四角グラムで、水酸化ナトリウム水液30立方センチメートルに含まれる水酸化ナトリウムは四角グラムですと。さあ、水酸化ナトリウム水液10立方センチメートルに含まれる水酸化ナトリウムね、つまりここ見ればいいんです。10立方センチメートルの水酸化ナトリウムに入っているのはこれが水酸化ナトリウム全部ですから、 4.5 から3.9 の食塩を引くとこれが水酸化ナトリウム 0.6g 入っているんです。10立方センチメートルの、ね水酸化ナトリウムに 0.6g の水酸化ナトリウムが含まれるんだと。そうだとすると水酸化ナトリウム30立方センチメートルに含まれる水酸化ナトリウムの量はね、10で 0.6 ですから30だとその3倍、 1.8g 水酸化ナトリウムが含まれると、ここごめんなさいね、ちょっとねちょっと勘違いしました。水酸化ナトリウム水溶液を10立方センチメートル入れた時にできたのは全部食塩で、1.3g、ね、いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。